ホットコーヒーをください。いただきます。いただきます。ありがとうございます。これもいただいていいですか。はい、ありがとうございます。お願いします。お豆はお引きしましたか。豆のままで大丈夫です。お待たせしました。ありがとうございます。前回ちなみに飲んだのって覚えてます？飲んだのは多分芸者のどれか、これがあれば。これじゃないやつですね。これじゃないやつ。フィンカタケシ、ボリビアの芸者で華やかさっていうところが本当に突き詰めたような、めちゃくちゃ華やかで、甘さもすごいしっかりあります。で、あの口当たりもすごいデリケートで、ちょっともうもはやコーヒーじゃないやつですね。うーん、そうなんですね。美味しそうですね。
この中だとでもこれ飲んでみたいですね。こちらでホットでいただけますか。ホットコーヒーでいいです。はい。はい、かしこまりました。豆も欲しくて。よかったら別にこれ飲みながらゆっくり決めてもらって。あ、わかりました。最初飲んでみます。はい、いただきます。はい、フレーバーがナチュラルのフレーバーだけじゃなくて、なんか温度感があるのと、なんか熱いと、ちょっとあの温度帯下がる方がよりこう香りとかも感じますね。はい、ゆっくり飲んで。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しいです、ね、茶ですね。確かに、はい、これあのちょっとこうキャラクターで言うならピンクグレープフルーツみたいな、結構ちょっとそういう爽やかな印象のフルーティーさと、まあ口当たりもすごいいいですし、まあ少しだけちょっとこうカオカみたいな感じもありつつ、でもすごい美味しいコーヒーです。これはじゃあこれお豆のままでください。ハンドドリップですよね。ハンドドリップになってます。あのまたレシピ書いてお渡しします。ありがとうございます。グライナー何使ってるの？グライナーはカリタのバリオ。バリオ、あ、黒いボディの。そうです。これあの引き目のサンプルなんですよ、はい、ここら辺が中細なので、はい、それを参考に引いてもらうと。それでも上からコーヒーとお湯の量と、はい、1対15っていう割合、はい、であとは抽出時間140秒、うん、参考にさせていただきます、はい。友達がポップアップストアやってたいいね。やっぱり可愛いですね。いただきます。タトゥーシールもらった。じゃあね。すいません、お邪魔しました。バイバーイ、またね。あとあれだ、そこのタンクのエスプレッソと。ああ、一気に。食べめぐり。なんかこう、アンニュイな男性を作る感じ。アンニュイの男性。アンニュイでも、アンニュイエロです。アンニュイエロにしてください。どうも。なんか気をつけて。ありがとうございます。また、パマスクしてるけど。バイバイ。ありがとうございます。